城北中央公園は東京都練馬区から板橋区にかけて広がる都立公園。城北地区最大の総合公園であり、運動場、テニス場などのスポーツ施設がある。城北地区住民の憩いの場、また運動の場となっている。当地は戦時中策定された防空力地の一つであり、戦後そのまま公園として整備され、陸上競技場、野球場、テニス場など、 特に、スポーツ施設を充実させた、総合レクリエーション公園になった。一時期、敷地の一部が、立教学院の総合グラウンドであったため、現在もスポーツ施設が充実している。また、東公園内では、古代の遺跡も発掘され、奈良時代の縦穴式住居が復元されている。多摩動物公園は、コアラの餌として、国内6カ所でユーカリを栽培しているが、 東公園もその一つ。園内で9種類のユーカリが栽培されている。上空から見た上北中央公園の様子。1989年度撮影。写真下方の河川は、石神井川。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1957年4月1日の開園以来。 用地取得及び拡張整備が進められており、開園時は13.2ヘクタールだった。開園面積は2009年6月時点で26.0ヘクタールまで拡大している。現在、敷地は、石寺川北側を、尾本とし、一部、石寺川南側にあるが、さらに、石寺川南側部分の小萌え五丁目前域の住宅地の土地を収容し拡張する予定。板橋区立。 モ山公園も取り込み、東京都立大仙高等学校と練馬区立改心、第四中学校を取り囲む形状となり、面積は約43.6ヘクタールまで広がる。2010年代半ばより、大仙高校と石寺川を挟んだエリアの住宅地の土地収容が始まり、城北中央公園調節地の 1> 第1期が2018年1月に着工され2024年完成予定で公園と一体で整備が行われている。第1期の北部に第2期の調節地拡張が計画されている。ありがとうございます。